はい、いい感じです。ボタン閉める。もうちょいこっちで。あ、大丈夫です。はい、手だけ開けて。はい、どうぞ。皆さんに一つ約束させてください。リアルは3年後必ず武道館に行きます。コミット3年後に武道館ライブ。まあ一番はそのもうこんな熱量の、当時俺がバンドやってた熱量の人に出会えないと思ったんだけど、やっぱ翔太と出会ってこの人だったらまた人生かけていいかなって思えたかな。いや、翔太さんはね、もう会った時からだいぶぶっ飛んでましたよ。翔太くんがいるから俺はこのバンドにいるかなって。翔太さんなら行くだろうなって思いました。翔太は有言実行するタイプだよね。カリスマ性。35歳、ジュエリー会社経営、音楽経験ゼロ。ちょっと今っぽくはないかなと。夢は応援したいけども実力は全く。まだ初心者感はあるなとは思います。あと7年ぐらいは欲しいかな。音楽と声があんまマッチしてない。武道館はな、ちょっとな。武道館に行ける可能性何パーセントと。この音楽と素人の背中に武道館は乗るのか。この足で止めて絶対にそうさせないので今日はよろしくお願いします。現実的なプランは立てないと。でもその中でその100人にどう思いを伝えていくか。で、今のタコの発言だと腐ったみたいになっちゃうかもしれないから、その発言を俺は見てほしくて。